じゃあもうね、皆さんが準備していただいたわざわざド M ですね。でもこれは俺これいけたらマジです。これは俺本当にかかんない自信あって。いや俺も絶対かかない。足はどう頑張ってもこれに関してはマジかかりたい。うん、かかりたい。うん、まあ、そうなんですよね。この催眠術はどの催眠術かかんない人でもこれだけはかかるっていうパターンよくあります。もう理由はポイント1で話したようにかかりたい気持ちが尋常じゃないんですよ。かかんないとやばいの。やばいですね。まあ、だからどんなにかかんない人でもこれだけはかかるっていうのはあるので、まあ、そこら辺は安心してください。はい、大丈夫です。じゃあトップバッター誰います？本当に？じゃあいきます。いやこれでも俺本当お腹壊すやつじゃんこれ。辛いのダメな人います？辛いの大好きなんですけど、やっぱりわさびは、はい、たまにお寿司とかに多く入ってるだけでも泣いちゃうもんね。そう、すごい泣いちゃう。まあでも今日1本おー、いやいやいや、うん、はい、じゃあどうぞ。はい、やってください。あ、え、もう、え、いや、冗談ですよ。びっくりした、びっくりした。あぶねえ。それも催眠にかかりますから。もう本当に従っちゃいますから。もちろん本物です。この催眠術によってこのわさびが甘くなるという。で皆さん実は、味が変わる経験皆さんも知っています。どういう時かというと好きな人とご飯食べてる時、嫌いな人とご飯食べてる時どっちが美味しいですか？好きな人ですよね、はい。まあ、こんな感じで実は、催眠術っていう言葉は使われてないんですけれども、そういった何か他の刺激によって味の感じ方っていうのは変わってしまう。まあ、これを大げさに変えていくのが今からやっていきます。まあね、やらせできない催眠術なんです。そうですね、めっちゃ一番ドキドキしますよこれ。はい、ほんまこれいいですね。ヒリヒリする感じが伝わってきますよ。はい、じゃあやっていきましょうか。はい、じゃあ一人ずつやっていきたいと思います。はい、はい。じゃあどんな味一番自分がイメージしやすいですかね。まあアイスかチョコかどっちが好きですか？今の気分だとアイス。わかりました。アイス、何アイスにしましょうか？やっぱ僕バニラが好きなんで。はい、じゃあバニラアイス。はい、バニラアイスの味の感じなんとなく頭の中に思い出せますか？思い出せます。めちゃめちゃオッケーです。じゃあその感覚を持った状態でいきましょう。はい、じゃあまあわさびですり替えが、すり替えがないようにメンバーの方に持ってます。じゃあ行っていきましょう。手触ってみましょう。はい、はい、じゃあ行っていきましょう。僕の指を見てください。今からあなたの潜在意識にアクセスします。目のスッと力、首の力の力、スーッ19、8、7、5、3、2、1、とっても心地のいいか、深い催眠状態の力が見つかどいて目を覚ますと、今からあなたが口にするものはなぜだかとっても甘く感じる。そう、まるでバニラアイス、バニラアイスのように、そう、とっても甘ったるく感じる。そして鼻から抜けるツンとする感じ一切ない。見つかどいて目を覚ますと、今からあなたが口にするものは、そう、とっても甘く感じる。まるでバニラアイス、そう、甘ったるいバニラアイスのように感じる。一つ、二つ、三つ、アクセスでございます。じゃあやっていきましょうか。では大きく口開けていただいて、はい、でここ3回押すとめちゃくちゃ甘く感じるんで、ほら甘いよ、じゃあ大きく口開けて、はい、いきます。ほら甘い、どんな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 甘いよ、ほらめっちゃ甘い、ほら甘い、ほら甘い、大丈夫です、大丈夫です。はい、食べます。まあまあこの咀嚼の時間がそもそも無理なんですよね。うん、確かに。はいはい。辛いですね。辛い。まあじゃあ解いてみましょうか。もっと辛いよ。ほらめっちゃ辛い。ほら辛い。ほら辛い。うわ、やばいやばい。はい。ちょっとじゃあ拭いたら一回戻ってきてください。はい。はい。まだ催眠術かけられるんで助けます。かかりたい。ちなみに最初入った時はマジでバニラだった。うん、はいはい。すげえ。まだ辛いですよね。まだちょっと痛いですよね。僕の手見てください。辛みってスッと取ったらスーッと消えていくんで、もう大丈夫。これは大丈夫。もう大丈夫ですよ。マジ？しびれですよね。しびれも辛い。まああの量を含んで水飲んでないですから。いやマジで大丈夫。すごいね。全然。ちなみに最初の一口本当バニラで美味しいなと思ったけど、うん、噛んだ時に鼻にきて。ツンってきたけど耐えれるツンだったから、その溶いたじゃないですか、その後のがヤバすぎて、はいはいはい、まあ、さっき一番反応が弱かったレオさんでこれなんで、多分テイカさんとか丸飲みできるレオなんだ。俺わさび得意じゃないんですよあんま、うん、ああはいはいはい、量食べれないから、はい、どうなんだろう、いけんのかな、やりましょう、行ってほしいです、はい、じゃあ場所交代しますか、レオさんの、はい、じゃあテイカさんの、最
最初の一口の味がちょっと忘れられないぐらい美味しかった。うわいいな。本当に美味しかったです。じゃあ前わさび、はい、はい、前わさび、ちょっとじゃあすり替えがないように思ってます。じゃあやっていきたいと思います。わさびがそんな得意じゃない、はい、はい、じゃあ味どんな味がいいですか。チョコとアイスどっちがいいですか。僕もアイスがいい。アイスで、何アイスにしますか。バニラアイス。バニラアイス、オッケーです。じゃあやってみましょう。今からあなたの潜在意識にアクセスします。ね、ずっとしかない首の力の話がスーッと抜け、3つ数えて目を覚ますと、今からあなたが口にするものはそう、とっても甘く感じる。まるでバニラアイス、そう、甘ったるいバニラアイスのように感じる。1つ、2つ、3つアクセスになります。はい、じゃあやっていきましょう。じゃあここ最後3回押すと、ほら甘い、いやほら甘い。じゃあ大きく口開けて、はい、めっちゃ甘いよ、ほら甘い、ほら甘い、どんな甘い、どんな甘い、どんな甘い、ほらめっちゃ甘いよ、ほら甘い、ほらめっちゃ甘い、ほら甘い、うん、あ、はい、でも辛いかも。あ、まあでもこれが無理なの。そうですね、確かに無理ですね、はい、じゃあすいません、バラエティーなんで催眠時計、めっちゃ辛い、ほらめっちゃ辛い、めっちゃ辛い。すいません、ファンの方。いやさ、あの量がそもそも口に入るのがすごくない。確かに入った時は大丈夫だった。入った時は美味しかった。そうね、最初は甘かった。めっちゃ甘くない最初で、どんどん噛んでいくと、なんかあの鼻に抜けてくので、おわさびだってなっちゃうので、結構俺も最初ミントの感じだったんだけど、強すぎてミントの感じが。まだ気持ち悪いですか。あ、気持ち悪い感覚、スーッと取ったら、スーッと切り、もう大丈夫だね。本当だ、はい。でしょ。めっちゃ、まあ、口のさ、残ったわさび味がさってなる。そう、だから広がる感じでね、なくなるんで。すげえ。じゃあ次、俺行っていいですか。そうですね、じゃあ龍馬さん。いやー、そしてね、俺あのメロンが好きなんですよ。はい。で、まあ、YouTube の企画でメロンが好きって言ったんですけど、うちのこのスタッフのチョイティがメロンソーダを持ってきて、それをカレーに入れたりして、ちょっと意地悪です。ちょっと今日は美味しいメロンを食べたいな。わかりました、お願いします。まあ、ちょうど色も似てますしね。そうですね、はい。じゃあ、まあメロンの感覚、じゃあ研ぎ澄ましていくために、なんかメロンこう頭の中でこうイメージしてこう切って、あのスライスされた感じありますよね、はい、だから口に入れた時めっちゃ幸せじゃないですか、大好物だし、はい、あの感覚がここに蘇ったら超幸せじゃないですか。毎日飲みます。はい、だそうです。次の人でやっていきましょうか。はい、ではすり替えがないようと思ってます。今からあなたの潜在意識にアクセスします。目をすっと力抜く、首の力抜くします。どんどん3つ数えて目を覚ますと、今からあなたが口にするものはなぜかとっても甘く感じる。そう、あなたの大好きなメロン、とっても甘いメロンの味になっている。1つ、2つ、3つアクセスになります。はい、ではやっていきましょう。はい、ここ押すとめちゃくちゃ甘み倍増、ほら倍増、大きく口開けて、はい、いきましょう。はい、めっちゃ甘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 いよ、ほら甘い、ほら甘い、めっちゃ甘い、めっちゃ甘い、はい、大丈夫です、はい、ちょっと辛くなってきた。じゃあ、溶きますか。タイミング溶け、めっちゃ辛い、ほらめっちゃ辛い。お花畑ですね。でも本当味が本当甘いんですけど、多分もう鼻に多分自動的に来ちゃうんで、そう、ね、細胞的な、それこそ、うんうん、これ消してもらうのが一番楽しかった。メロンの味はしました。なんかあのメロンっていうか、なんかね、最初でも甘い感じして全然辛くなかったんで、ちょっとずつ辛くなってきて、溶いてもらったらもう10倍ぐらい辛いって。さあ大本命、はい、リュウさんお願いします。追い込んじゃってくれよ。わさびはどうですか、得意レベルは。あ、得意です、はい、結構大好きです。はい、じゃあ、何味にしますか。僕もアイスがいいです。はい、甘いので。味は何がいいですか。バニラで。バニラで、OK です、うん、はい、じゃあやっていきましょう。はい、今からあなたの潜在意識にアクセスします。ね、ずっと近い、首の力が近い、ずーっと抜ける。見つかといて目を覚まそう。今からあなたが口にするものはそう、とっても甘い。1つ、2つ、3つアクセスです。はい、じゃあここ3回押すとめちゃくちゃ甘いよ、ほら甘い、はい、大きく口開けて、はい、めっちゃ甘いよ、ほら甘い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 よ、ほら甘い、
これめっちゃうまい。ブラウン、うまい。うん、いけちゃう。甘い。はい。おっ、辛い。はい。ちょっとじゃあまだそこにずっと座っててもらいたいんですけど、僕の手見てくださいね。サイミン取り。ほらめっちゃ辛い。ほらめっちゃ辛い。もう手見て手見て手見て。はい、手見て手見て。成功じゃないですか。いやすごいですね。いやもう本当に最高の体験ができました。これ唇にわさびがついてる上唇にわさびがついてるいやでもなんだかんだやっぱ一人ぐらいはやっぱ失敗みたいなことあるんですよ、ね、はいはいはい、まあ、ここまでかかりやすい本当に本当すごいです。かかりたいっていう気持ちがね、うん、今日すごい強い。そうかそうか、確かに。はい、じゃあ大成功ということなんですけれども、ちょっとせっかく来ていただいてますんで、最後にもう一個だけちょっとかけていただきたい催眠術がありまして、はい、さっきあのリオさんが感情系の催眠術すごいめちゃめちゃ聞いてたと思うんですけど、ちょっと何でも面白くなる催眠術をかけていただけたらなと思いまして、はい、例えばですか、まあ、布団が吹っ飛んだとか本当にそのつまんないことでも爆笑しちゃうみたいな催眠術ってできるんでしょうか。任せてください。お、まずやりましょうか。で僕の指を見て、今からあなたの潜在意識にアクセスし、眠くピシッと近づく、指を出します。3つ数えて目を覚ますと、そう、あなたはどんなに面白くないことがあっても、自分にとってはなぜかめちゃくちゃ面白い。そう、それはまるで深夜のテンション。1つ、2つ、3つアクセスになります。はい、じゃあどうぞやってください。あ、すごい笑ってる。イライラしてるね、なんかずーっと笑ってるけど、ね、リオ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 あ、すごい絶対面白くなかった。ずーっと面白くなかった。なんかもうずーっと笑っちゃってるね。多分なんか面白い。面白いですよね。僕の手見てください。ほらその感情持ったら、ほらめっちゃ面白い、めっちゃ面白い、ほらめっちゃ面白い。10倍、2倍、3倍、ほらどんどん面白い。なんかしてください。すごい面白くないって。あ、面白くないのは面白くないんだけど、全然面白くないんだよ。はい、その感覚スッと消える。はい、消えた。任せてます。すごい。どういう感覚なの？面白くないことも理解してんだけど、笑っちゃう。ちょっとニヤ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 。そう言われて。だったらずっと笑ってたもん。いやでもすごかったですね、うん、一通り体験していただきましたけれども、信じてない派の方がいらっしゃいましたけども、はい、どうです、やってみて。ここまでこうみんな愚直に反応するとは思わなかったんで、期待以上。素直なのがバレちゃった。純粋、ね、こんな見た目だけど純粋なのがバレちゃったね。いや、記念すべき第1回目のコラボ動画になったんじゃないでしょうか。めちゃめちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかった。ありがとうございます。ありがとうございました。本当に僕もめちゃくちゃ気持ちよかったです。こっち側もスコーンスコーンかかるんで、すごいなんか僕、あれ昨日ワイル渡したっけなみたいな、あれみたいな、今度減ってるかなぐらいにもうかかっちゃってるんで、なんかすごいですね。本当ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃめちゃ楽しかったです。はい、でコラボ動画ということですので、まあ、ちょっと我々ゼロヘルツバンドということで音楽にまつわる催眠術というのを第3の方のチャンネルの方にアップされてますので、そちらの動画の方も概要欄に貼っておきますので、ぜひ見ていただけたらと思います。見てください。この怖い感じ、オカルト研究感じ。高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ナイさん、ありがとうございました。いやいや、こちらこそ、こちらこそです。いやでも、気づいてます。僕今こうやって喋ってるじゃないですか。こうやって触れたらこの足ってどうなっちゃうんですか。動かないですよね。もうじゃあ動かない。動かない。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、動かない。続きは僕のチャンネルで。動かない。もう動かないです。もう動かないです。え、すごい。いつ、何、どうなんの。ずっと動くんだ。お疲れ様でした。絶対上がんないよ俺。ダメだ。
煩悩の花クリクリクリ抑制が